この広い宇宙はどうやって始まったのか、そして宇宙の未来は一体どうなるのか。人類が何千年にもわたって探求してきた宇宙は今も多くの謎に包まれたままです。そんな宇宙の謎に最新の数式を駆使して立ち向かっているのが宇宙物理学者ローレンス・クラウス教授です。研究テーマは宇宙の始まりから終わりまで、私たちの常識をはるかに超えた不思議で魅力に満ちた宇宙の姿を明らかにしてきました。今回一般市民を対象に行われた特別講義、最新の理論が描き出す驚きの宇宙像が次々と飛び出します。 If the Higgs boson hadn't relaxed in the early universe into the configuration it has now, stable matter would not exist, we would not be here. And a diffuse gas of that stuff in our galaxy, and a diffuse gas of that stuff in this room.ダークマターやダークエネルギーなど次々と紹介される最先端の宇宙論、必死に講義について行き驚きの世界を体感しようとする生徒たち。4回にわたる講義で宇宙物理学者が立ち向かう未解決の謎にまで迫っていきます。さあ今回はいよいよ現代宇宙論への大きな扉が開かれます。まずは20世紀前半に発見された宇宙は膨張しているという驚くべき事実。この発見は宇宙が未来永劫膨張し続けるのか、逆にいつかは縮み始めるのかという新たな疑問を投げかけます。クラウス教授はそれを解明するためには星や銀河が持つエネルギーを知ることが重要だと言います。今回の講義で最も重要なのは人類最高の発明品の一つエネルギーの概念だ。それは日常生活のスケールから銀河系の秘密へと私たちを導いてくれる、そしてダークマターの存在に気づかせてくれることをお見せしよう。みんなどうもありがとう。ようこそ。また会うことができて嬉しい。前回の講義で物理学者が使う秘密の道具を紹介した。通常とは異なる視点で物事を捉えたり、複雑極まりない宇宙を理解しやすくしてくれたりするような考え方だ。今後の講義ではその道具を使って宇宙の究極の謎に挑んでもらいたい。宇宙の過去に何があったのか、そしてその未来がいかに悲惨なものになるかについても知ってもらいたいんだ。まずは私たちの宇宙観を大きく変えることになった出来事について話そう。宇宙は膨張しているという事実の発見、1929年のことだ。それ以前の科学者たちは宇宙は永遠に変化しない、いわば静かな存在だと考えていた。だが1929年全てが変わった。宇宙には始まりがあったという事実が明らかになったんだ。それは宇宙の終わりはどうなるのかという新たな疑問まで生み出した。その全てを変えた男は私の偉大なるヒーローの一人だ。エドウィン・ハッブルはアメリカの天文学者で、私たちの銀河系以外にもたくさんの銀河が存在することを初めて発見した人でもある。実は1925年頃までは宇宙にはたった一つの銀河しかないと思われていた。たった一つだ。宇宙には私たちの住む銀河系しかないと思われていたわけだから、その後の宇宙観の変化がいかに大きなものだったかわかるだろう。
ハッブルは望遠鏡を駆使した観測で他にも多くの銀河が存在することに気づいた。それ以前は天文学者たちが星雲と名付けたぼんやりとしたものが見えていただけだった。ハッブルはそのぼんやりとしたものは実は私たちの銀河系の外にある別の銀河だという事実を突き止めたんだ。そして彼はさらに驚くべき事実を発見した。それらの銀河は私たちから遠ざかっていたんだ。彼の発見はこんなイラストで表すことができる。私たちの銀河系がこのイラストの真ん中にあるとすると、それぞれの銀河はおおむね私たちから遠ざかっているということだ。ちなみに私たちのそばにあるアンドロメダ銀河は重力の作用で近づいてきている。でも視野を広げてみると銀河は私たちから遠ざかっているんだ。そして驚くべきことに2倍遠いところにある銀河は2倍の速度で遠ざかっていて、3倍離れた銀河は3倍速く遠ざかっている。数式で表せば速度は距離に比例するということだ。ハッブルが発見したのは遠くの銀河が遠ざかる速度はその銀河までの距離に比例するということだった。この比例定数はハッブルにちなんでハッブル定数と呼ばれている。さてこのイラストは一見すると別のことを表しているように見える。それは宇宙が膨張しているというよりも私たちは宇宙の中心にいるんじゃないかということだ。問題は私たちが自分たちを中心に物事を考えてしまいがちだということだ。でも前回までに学んだ物理学者の道具を使えば表面的なことに惑わされず、その奥に隠された真実を見つけ出すことができるようになる。そのためには私たちは自己中心主義を捨てなければならない。そこで宇宙を単純化して、もし宇宙が2次元だったらと考えてみよう。これは銀河の一つ一つを丸として描いたものだ。前回の講義に出てくれた人にとっては牛の群れに見えるかもしれない。左側は等間隔に銀河を配置したもので、右側はそれがその後膨張し銀河同士が離れた様子を表している。こうして宇宙全体を俯瞰してみることができれば、右側の図が左よりも膨張していることは明らかだ。ではこの中の一つの銀河を選んでそこから宇宙を眺めると一体どう見えるのか。選んだ銀河を中心に2つの図を重ねてみると、ハッブルが見た宇宙とちょうど同じように見えるようになる。2倍の距離にある銀河は2倍速く遠ざかっているし、3倍離れた銀河は3倍速く遠ざかっている。ここで重要なのはどの銀河を選んでも結果は同じだということだ。例えばこれを選んでも同じことが起きる。ハッブルの観測結果は私たちが宇宙の中心ではないこと、いや宇宙には中心がないことを明らかにしたとも言える。楽観主義者ならどこもが宇宙の中心だというかもしれない。ハッブルのこの重要な発見は宇宙観を一変させた。君たちにはその発見がどのようになされたのかを教えよう。ハッブルによると銀河の遠ざかる速度はその銀河までの距離に比例する。これは銀河を観測することによって発見されたものだ。つまり銀河の速度と距離を測定する必要があった。ではまず速度の測定だが、これは簡単だ。ここフェニックスに住むこの2人の男性だって知っている。列車が通り過ぎるのを見ながら彼らはこんな会話をする。汽笛の物悲しい音色はいいものだ。音の周波数がドップラー効果で変化するからね。
彼らが何のことを話しているのかは君たちの多くにも分かるだろう。列車が目の前を通り過ぎるとき、汽笛の音色が高い音から低い音へと変わる。列車がこっちに向かってくるときは音の波長が押し縮められ、一方遠ざかるときは引き伸ばされるからだ。実は光に関しても同じことが言えるんだ。物体が私たちから遠ざかっていると、その物体から放たれる光の波長は引き伸ばされる。引き伸ばされて色で言うと赤みがかって見えるようになるんだが、これを赤方変異という。恒星は光を放つ。例えば太陽も光を放っている。ニュートンの素晴らしい発見の一つは、星は七色の光を放っているということだ。私たちはその7つの色を見ることができて、それをスペクトルと呼んでいる。星が私たちから遠ざかると、そのスペクトルの帯が全体に長い波長の方、赤の方にずれる。赤色の度合いによって銀河がどれくらいの速度で動いているのかがわかる。ある銀河の赤方変異の度合いを調べれば、その銀河の遠ざかる速度がわかるんだ。速度を測るのは簡単だと分かったが、問題は距離だ。銀河までの距離をどう測るか。長い巻き尺があるわけでもない。だからこれも物理学を使おう。ではこの部屋の明かりを100ワットの電球1つを残して全て消したと考えてくれ。ここで重要なのは、電球の見た目の明るさは電球からの距離の2乗に反比例して減少するということだ。つまり今この場所での見た目の明るさは1ワットだったとすると、電球の本来の明るさは100ワットと分かっているから、ちょっと計算すれば電球からの距離が分かるはずだ。もし宇宙が100ワットの電球ばかりでできていたら話は早いんだが、そうではないので、本来の明るさが分かっている星を見つけなければならない。標準光源と呼ばれるものだ。だがそれを探すのはとても難しかった。標準光源さえあれば、その光の本来の強さは分かっているので、見た目の明るさから星までの距離が分かるはずだった。でも完璧な標準光源はなかった。これはハッブルが調べ上げたさまざまな銀河の速度と距離のデータだ。ハッブルが素晴らしかったのは、この一見バラバラなデータを見て距離と速度は比例するということを見抜き、それを示す直線を引いたことだった。彼は正しい推測をしたんだ。だが実は距離を10倍間違えて測定していた。彼の時代には信頼できる標準光源がなく、距離を測るのが難しかったからだ。でも今我々は信頼できる標準光源を知っている。この写真は私のお気に入りの一枚だ。この銀河は私たちからものすごく遠い場所にある。数千万光年も離れた距離にあるので、その光が私たちのところに届くまで何千万年もかかる。この銀河は私たちの銀河と同じように渦を巻いていて、その中には1000億もの星がある。そしてこの端っこの方に銀河の中心と同じくらいの明るさで輝いている星が映っている。この星はより手前にある私たちの銀河系の中の星が映り込んだものではない。この銀河の端っこで普通の星の100億倍の明るさで輝いていたんだ。これは超新星爆発と呼ばれる現象で、いわば宇宙で最も明るい花火だ。星は超新星爆発を起こすと
あるものは数ヶ月間、普通の星の100億倍もの明るさで輝く。ところで星が頻繁に爆発しないのは幸運なことだ。太陽だって45億年以上も爆発しないでいてくれている。でも実は星が爆発することはとてもありがたいことなんだ。さもなければ君たちの体を構成している原子は作られなかった。原子は初めから宇宙にあったわけではない。星が作り出したんだ。君たちの体の炭素や窒素、酸素、鉄、リンなどはビッグバンでは作られなかった。ビッグバンで作られたのは水素やヘリウムといったものだけだった。超新星爆発で生まれた高い圧力によって初めてこの宇宙の物質を形作る原子が合成された。だから君たちの体を作っている原子はかつて超新星の中にあったんだ。だから宇宙で最も激しい爆発を経験していると言える。しかも一度きりでなく何度も。さまざまな原子を作り上げるには何回もの爆発が必要だからだ。およそ50億年前、私たちの銀河系の中で一つの超新星が爆発し、その塵やガスが再び集められて新しい星が生まれた。それが太陽だ。その周りに惑星が誕生し、今君たちがいる。星の爆発はとても重要で、君たちはいわば星のかけらなんだ。君たちは単に気持ちの上で宇宙とつながっているのではなく、真の意味で宇宙とつながっているんだ。さて話を戻すと、超新星爆発の中でも 1A 型超新星と呼ばれるものは素晴らしい。それが理想的な標準光源になってくれるからだ。 1A 型超新星が爆発する時にはその本来の明るさは分かっているし、銀河全体と同じくらい明るく輝くので、宇宙の反対側からだって見ることができる。つまり遠くの超新星爆発を見ることで遠くの銀河の距離だって測ることができるんだ。こうして我々はいわば新しいハッブルの図を描くことができた。これはハッブルが銀河までの距離と遠ざかる速度は比例するという発見をしたずっと後に作られたものだ。今日ではその比例定数であるハッブル定数は誤差数パーセントの精度で分かっている。さあこうして宇宙が膨張していることが発見された。それは宇宙に始まりがあることを意味している。宇宙の始まりを解明するための努力は今も続けられている。講義で教えた物理学者の道具を使えば君たちにもその努力の内容が理解できるはずだ。さて宇宙が膨張しているという事実は私たちにさまざまなことを教えてくれる。もし君たちがこの宇宙とは異なる別の宇宙に住んでいる誰かから君たちの宇宙の特徴を表すものを一つだけ教えてくれと言われたとする。その答えとなるべきものは私たちの宇宙の膨張率を表すハッブル定数なんだ。なぜならハッブル定数は私たちが知るべき全てのことを教えてくれるからだ。ではハッブル定数を書いてみよう。大雑把な数字で書く。70とかにすべきところだが、70は大雑把に言ってだいたい100だ。100km/s、毎メガパーセクだ。メガパーセクとは一体何なのか。距離の単位だ。銀河間の平均的な距離である100万光年ぐらいの距離のことだ。ハッブル定数は100万光年の距離にある銀河の遠ざかる速度が毎秒 100km であることを表している。この数字は宇宙の膨張率だ。でも膨張率以外の情報まで含んでいるんだ。100キロのキロメートルは何の次元だっただろうか。
誰か覚えている人は？距離？それを次元で何と言った？長さだ。そして秒は？時間だ。メガパーセクは？長さだ。さて分数の割り算の方法は分かっているね。分母分の1をかけるんだ。つまり長さ分の1をかける。上下の長さは消し合うから、ハッブル定数は時間分の1の次元を持つことが分かる。つまり時間と関係がある数なんだ。では一体何の時間なのか。ところで1光年は10の18乗センチメートルだと前の講義で教えた。1キロは当然10の5乗センチメートルだ。つまりハッブル定数は10の2乗かける10の5乗センチメートル毎秒。それをメガパーセクで割る。メガパーセクは何センチ？100万光年だとさっき言ったが、正確には300万光年ほどだ。だから3をかける。珍しく1でない数字を使おう。つまり10の18乗かける3かける10の6乗センチメートル。さらに計算して分子は10の7乗センチメートル毎秒になり、分母は 3×10 の24乗センチメートル。10の24乗分の10の7乗は10の17乗分の1。つまりハッブル定数は 3×10 の17乗秒分の1だ。センチメートルは消し合わされた。重要だからこっちに書き直そう。 3×10 の17乗秒分の1。ハッブル定数が重要な理由はこの数字からわかるんだ。この 3×10 の17乗秒とはどんな時間だ？前回100万まで数えるという問題を出した時、1年は何秒だったか計算しただろう。覚えている人は？1年はだいたい 3×10 の7乗秒だった。でも今計算で出たのは 3×10 の17乗秒だ。つまりこれは10の10乗年だということになる。この数字を見てピンとこないか？10の10乗年は100億年、ほぼ宇宙の年齢に等しい。これは偶然ではない。ハッブル定数から宇宙のおおよその年齢を出すことができたわけだ。ハッブル定数はさまざまな形で宇宙のスケールを特徴づけている。宇宙のおおよその年齢を求めることまでできた。実際は100億年ではなく130億年だが、とても近い数字だ。さて宇宙が膨張していることは分かったが、ここで宇宙の終わりはどうなるのかという疑問が湧く。宇宙の膨張は永遠に続くのか、つまり薄まっていって終わるのか、それともやがては収縮に転じてビッグバンの時に戻るように激しく燃え盛って終わるのか。
それはまだ謎のままだ。宇宙を理解したいと願う人々にとって宇宙の終わりは20世紀最大の謎だった。その謎を解明するにはエネルギーの概念が重要になる。全てはエネルギーを理解することから始まるんだ。だがエネルギーとは何かを人に尋ねるとポカンとした顔が返ってくる。エネルギーというのはとても捉えにくい概念だからだ。速度や質量のように直接測ることができないからとても捉えにくい。エネルギーの概念が発展するまでには長い歴史が必要だった。でも重要だから今からエネルギーについて詳しく解説したい。19世紀初頭、物理学者トマス・ヤングがエネルギーの概念に一つの定義を与えた。それはこんな感じだ。ある物体のエネルギーの変化はその物体に対して行われた仕事量に等しい。これは仕事をすることによって物体にエネルギーを与えられるという意味だが、では仕事とは何か。物理学において仕事の量というのは次のように定義される。それは君たちが加えた力かけるその物体が移動した距離だ。もし私が物体に力を加えてこうして移動させれば私は仕事をしたことになる。私が物体に力を加えてもこうして持っているだけで全く動かさなかったら仕事をしていることにはならない。仕事とエネルギーの関係はこうするとよくわかる。このペンにある距離にわたって力を加えてみよう。エネルギーが増えて速くなった。私が今このペンにした仕事量は式で表せる。そのための前提となる覚えておくべき方程式があるんだが、誰か高校で習った力を表す方程式を覚えている人は誰かわかるかな？質量かける加速度だ。よく覚えていた。この式だけは覚えておいてほしい。力イコール質量かける加速度というのはニュートンが発見した有名な方程式だが、これを使って仕事量を計算してみよう。仕事量の定義は力かける距離だと言った。だからその式はニュートンの力の方程式を使って質量かける加速度かける距離と書き直すことができる。これがある物体をある距離にわたって加速させた時の仕事量だ。この式をさらに書き換えていこう。できるだけごまかしなしに計算したい。前回次元解析の話をした時、距離を表す式を求めたのを覚えているか？距離と時間の関係は、距離は何かける時間に等しかった？そう、速度かける時間だ。物体が一定の速度で動いているなら、その移動距離は速度かける時間、距離 d をそれに置き換えておこう。でも本当は今の場合、物体は加速していたから一定の速度では動いていなかった。静止していた物体が加速される場合、その平均速度は最終速度の半分だ。平均速度が最終速度の半分になるのは納得できる？よし、分からなければ納得してもらうまでやるところだった。つまり本当の移動距離は平均速度かける時間となる。
平均速度は2分の1かける最終速度だから式はこうなる。さて最後に一番難しい部分、加速度の部分を書き換えてみよう。加速度とは速度の変化率だ。もし私が最初止まっていて1秒後に秒速2メートルで動いていたとすると、その加速度は2メートル毎秒毎秒と表せる。つまり加速度を求めるためには、止まっている状態から始まっていた場合、最終速度を移動時間で割ればいい。ちなみに物体の加速度が分かっている場合には、それから最終速度を求めることができる。これで物体を投げた時の仕事量を求めることができる。ちょっと難しかったかな？笑う余裕があるとは素晴らしい。では仕事量を出してみよう。質量は M、 加速度は移動時間分の最終速度だ。これにさっき出した距離の式を代入する。上下の時間 t は消し合って、2分の1かける m かける最終速度の2乗。これこそある物体に仕事をして速度を与えた場合の物体が得るエネルギーだ。このエネルギーは運動エネルギーと呼ばれる。私が物体に力を与えると、物体は速度を持つようになり、その分の運動エネルギーを得るわけだ。物体により多くの仕事をすれば、その物体の速度はより大きくなり、つまりはより大きな運動エネルギーを得ることになる。実はこれとは別のもう一つのエネルギーがある。次はそれを説明しよう。一番若い人を選ぼう。何もしなくていいから叫ばないでくれ。これには重い本が何冊も入っているが、これをまず君の頭の上に置く。それをこの位置まで持ち上げる。さて落としてもいいか？やってほしい人は？もちろんいないだろう。私だってやりたくない。なぜか、この位置から落とせば危険だと分かっているからだ。さらにこの位置まで持ち上げれば、より危険性は高まる。重力に逆らって物体をある位置にまで持ち上げることで生まれるこのエネルギーは位置エネルギーと呼ばれる。物体を重力に逆らって移動させた時に、物体が得るエネルギーが位置エネルギーだ。これは重力とちょうど同じ大きさの力を上方向に加え、物体をこの距離だけ移動させるための仕事量に等しい。では黒板に戻ろう。ところで、学校で習った重力の式を覚えている人は？ニュートンが発見したのは、2つの物体の間に働く重力の大きさは、2つの質量を掛け合わせたものに比例定数 g をかけて、それを2つの物体間の距離の2乗で割ったものだということだった。さて、ある物体を地球の中心から地球の重力に逆らって、距離 r のところまで移動させる場合の仕事量、つまり位置エネルギーを求めてみよう。正確に計算するにはもう少し洗練された数学が必要だが、細かいことを抜きにすれば重力の大きさ×移動距離で計算できる。つまり先ほどのニュートンの重力の式に移動距離 r をかけることになるが、
上下の R は消し合うから、必要な仕事量はこの量だということになる。つまりもし私が頭の上で手を離すと、これだけのエネルギーで頭が痛めつけられることになる。それが物を持ち上げたことによる位置エネルギーだ。ところで位置エネルギーには問題がある。どこをゼロだと考えて位置エネルギーの大きさを測ればいいのかということだ。先ほど位置エネルギーの話をした時、ここを基準、つまりゼロとして、ここまで持ち上げると言った。でもこうして床を基準にして持ち上げるということもできた。だから位置エネルギーは基準となる点を変えると大きさも変わってしまうんだ。そこで物理学者はある適切な位置エネルギーゼロの点を決めることにした。それは重力の源から無限に遠い点だ。だからもし君たちが地球からはるか彼方にいて運動していなかったとすると、まず運動エネルギーはゼロ、そして重力の源から無限に遠い点にいるわけだから位置エネルギーもゼロということになる。物理学者は無限に離れている物体の位置エネルギーをゼロだと決めたわけだ。無限遠での位置エネルギーをゼロだと決めるとどうなるか。無限遠から地球に近づいて降りてくると位置エネルギーはどんどん減っていく。だから位置エネルギーはマイナスの値になる。物体の位置エネルギーというのは常にマイナスの値なんだ。無限にいる時はゼロで、地球に近づくにつれ物体の位置エネルギーのマイナスの値は大きくなるというわけだ。さて、重力が働く場所で動いているいかなる物体も2種類のエネルギーを持っていると言える。その物体が速度 v で動いていれば運動エネルギーを持つ。さらに何か大きな質量が作る重力に引っ張られているなら位置エネルギーを持つ。この式が意味するのは、物体のエネルギーには2つの側面があるということ。プラスのエネルギーとマイナスのエネルギー。もし私が何か物体を放り上げれば、最初の運動エネルギーはだんだん小さくなってやがて止まり、その分の位置エネルギーを得る。そしてまた落ちてくる。この間運動エネルギーと位置エネルギーが入れ替わるが、その総量は変わらない。エネルギーの総量は一定に保たれ保存されるということだ。実はエネルギーが保存されるというのは誰かがそう決めたからというわけではなく、物理法則は時間が経っても変化しないという事実から数学的に厳密に導かれる。このことに最初に気づいたのは女性数学者エミー・ネーターだった。彼女は物理法則が変化しない場合、必ず保存される何かがあると言った。これは一体どういう意味だろうか。おそらく具体的に言った方が分かりやすいだろう。エネルギーの保存は宇宙の法則と関連づけられることをネーターは発見したんだ。だが彼女は不運な時代に生まれた。当時女性は大学で職を得ることはできなかった。それでも彼女は非常に意義深いものを発見した。それはネーターの定理と呼ばれている。物理法則が時間が経っても変わらないならば、保存する量があることを数学的に示した。それこそが我々が今エネルギーと呼んでいるものなんだ。
さて、私がこのペンを投げ上げると、最初の運動エネルギーは次第に減って、その分位置エネルギーに変化する。早く投げ上げればより高く上がる。すごく早く投げ上げれば戻ってこなくなるが、どんな速度で投げれば戻ってこなくなるか、それは簡単にわかる。ペンの運動エネルギーと位置エネルギーの総量がプラスになるような速度で投げ上げれば、ペンは無限遠でもまだ動き続ける。これはペンが永遠に遠ざかるということを意味する。これが NASA などが地球からの脱出速度を決めている方法だ。だいたい秒速11キロ。エネルギーの輪がゼロより大きくなれば永遠に遠ざかることになり、ゼロより小さければやがて U ターンして戻ってくる。一体なぜこのことが重要なのか、私たちに全てを教えてくれるからだ。宇宙の未来が分かるんだ。ここで先ほど紹介したハッブルのイラストを思い出してくれ。銀河がいくつかあるような領域があるとする。私たちの銀河は中心にある。ある銀河 A が V というスピードで遠ざかっていて、そこまでの距離を R だとする。さて、宇宙はどこでも同じだとすると、どこかの銀河に起きることは他の全ての銀河でも起きる。つまり宇宙全体で起きることを知るためには、この銀河 A で起きることを計算してみればいい。その際、銀河 A のエネルギーの総量がプラスなのかマイナスなのかが分かれば、それが永遠に遠ざかるかどうかが分かる。エネルギーには2種類あると伝えた。運動エネルギー、そして位置エネルギー。大文字の M はこの領域の全ての銀河の質量を合計したものを表していて、その重力が銀河 A を引き止めようとしている。実は私たちは今、宇宙が永遠に膨張し続けるのか収縮に転じるのかを知るための計算をしているんだ。銀河 A の速度と位置はハッブルのやり方で決めることができる。あと知る必要があるのはこの大文字の M、 つまりこの領域にある全ての銀河の質量だ。それが測れれば結論が出る。宿題にしてもいいが、私は親切なので今やろう。でも銀河の質量などどうすればわかるだろうか。さて、ティコ・ブラーエはデンマークの貴族で最も偉大な天文学者の一人だ。彼は私たちの銀河系の中で起きた超新星爆発を発見した。400年前この銀河系で見られた最後の超新星の一つだ。超新星爆発は偉大な天文学者がいる時代にしか起こらないと言われている。この超新星の発見がデンマークの王を感激させ、島を一つ与えられた。島一つもらえるなんていい時代だ。でもその後20年間ブラーエが島で行ったことが面白い。まだ望遠鏡が使われていない頃の話だが、彼は天文台を持っていた。そこで彼は毎晩太陽系の惑星の位置を観測したんだ。そこは大きな洞窟のようになっていて、そこから空を見上げていた。20年間彼はほぼそれだけをやったんだ。その後王が変わったため島を出ることになったブラーエは、ヨハネス・ケプラーという名の若いアシスタントと出会った。ケプラーはブラーエに、データはこれだから分析しといてねと言われ、20年間分析を続けた。
そして驚くべき発見をしたんだ。太陽の周りを回る惑星の公転速度の2乗は太陽からの距離に反比例するということだ。このケプラーの発見がその後全てを変えた。ニュートンはこれをもとにあの万有引力の法則を発見することになるんだ。ニュートンは惑星はなぜ軌道を回るのかについての考え方を一変させた。それまでは惑星は何かに押されて回っていると考えられていた。天使か何かによって。でもニュートンは中心で何かが引っ張っているから惑星は回ると気づいたんだ。このコードの先端を見てほしい。コードの先端は常に私の手の方に引っ張られている。何かに押されて回っているわけではない。中心へと引っ張られているだけだ。さらにニュートンはその引っ張る力はリンゴを木から引っ張り落とす重力と同じものに違いないと言った。リンゴは重力で地面に落ちたが、月や惑星が回るのも同じ重力が原因なんだと。そしてこう言った。月や惑星の加速度はわかるから F イコール M かける A という公式を使えばその力の数式は求められると。ここで回る物体の加速度は速度を速めるものではなく方向を変えるものなんだ。加速度には2種類ある。速度が速くなるものと方向が変化するものと。半径 R の軌道を描きながら速度 V で動いている物体の加速度 A は計算すると R 分の V の2乗だとわかる。だから質量 M の物体に軌道を描かせている力の大きさは M かける R 分の V の2乗になるんだ。だがケプラーが太陽の周りを回る惑星の速度の2乗は太陽からの距離に反比例すると言わなかったら、そこからさらに計算を進めて万有引力の法則まではたどり着くことはできなかったんだ。速度の2乗は距離に反比例する。ケプラーとブラーへの40年にわたる研究によりこの比例関係が導き出された。惑星の公転速度の2乗は軌道の半径 R に反比例する。さてニュートンは万有引力の法則を利用してこのケプラーの速度と半径の関係式をさらに詳しく書き換えることに成功した。月の運動を考える場合ならこの M は月を引っ張る地球の質量だ。 G は重力定数。ニュートンはケプラーの式をより精密な式に書き換えたんだ。だが問題があった。重力の強さを表す重力定数の値が分かっていなかったんだ。重力は自然界で最も弱い力だと説明しただろう。ニュートンの時代、重力定数を測定するのは不可能だったんだ。ニュートンから100年後、キャベンディッシュというイギリスの貴族が2つの金属の球の間に働く重力を測る方法を編み出し、重力定数を測定した。ニュートンからおよそ100年後のことだ。私が彼から学んだ大切な教訓は、自分の書いた論文を誰かに読んでもらいたければいい題名をつけなければならないということだ。彼は論文のタイトルを重力定数の測定についてにはしなかった。
なんと地球の重さを測るにしたんだ。一体どういうことか。月の公転速度と月までの距離は分かっていたから、重力定数が分かれば中心にある地球の質量が計算できるわけだ。このニュートンの式に月の運動を当てはめれば、その中心で月を引っ張っている地球の質量が導き出せる。月を観測することでその公転速度と距離は分かっていたから、地球の重さは 6×10^24 kg だと弾き出されたんだ。物理学の素晴らしいのはここからだ。宇宙のいろいろなものの重さを調べるために、同じニュートンの式をどんどん当てはめていけばいい。地球の重さは分かった。次は太陽の重さを測れないか。そのためには太陽を回る惑星の運動にニュートンの式を当てはめればいい。惑星の公転速度などからその中心にある太陽の重さが分かる。ニュートンの式に惑星のデータを入れて計算した結果、その中心にある太陽の重さは 2×10^30 kg だと分かった。さあ、あともう少しだ。地球の重さも太陽の重さも測れた。いよいよ銀河だ。ここでも同じニュートンの式を使う。これを私たちの銀河系だと思ってくれ。本当は何？そうだ、君たちも進歩しているな。これが私たちの銀河系だとしたら、太陽はこの辺端っこにある。そして銀河系を回る太陽の公転速度は2億年に1周だ。およそ秒速200キロ。さらに銀河系の中心から太陽までの距離も分かっている。これにニュートンの式を当てはめれば、私たちを引っ張っている銀河系の重さを測ることができる。実際に計算をやってみた。我々は銀河系の重さが 2×10^41 kg であると導き出した。みんな飛び上がって喜んだ。銀河系の恒星の数を1000億個と見積もることができたからだ。完璧だった。素晴らしい。だがここで念のため、他の恒星でもニュートンの式が成り立つことを確かめてみようということになった。太陽より遠い恒星の公転速度はこの曲線に沿うはずだ。実際に測ってみると何が起こったか。大混乱だ。予測は完全に外れた。公転速度が遅くなるどころか、全ての恒星の公転速度はほぼ一定だった。全てが崩壊した。だが何か素晴らしいことが起きたんだ。宇宙最大のミステリーの一つ、ダークマターがまさに発見されたんだ。これはエネルギーの概念などを突き詰めなければ決して見つからなかったものだ。次回の講義で続きを詳しく見ていこう。宇宙白熱教室、次回はいよいよ最終回。We tend to think that the universe we see is the way it must be. But in the far future, it'll be quite different. ダークマターやダークエネルギーの発見によって大きく変貌を遂げつつある宇宙論の世界。私たちの未来は一体どうなるのか。どうぞお楽しみに。